はい、伝説。どうもこんにちは。ね。伝説と呼ばれる時点で過去の人、ブライアンです。まあね、はい。あの時の伝説扱いですよね。はい、今回ね、皆さんの人生を救おうというふうに、思いまして、私は今カメラをつけて喋っているわけでございます。ちょっと俺の顔を追っかけるやつにしていい？ちょっと待って。一旦ちょっと待ってもらっていい？なんかコンドームみたいなやつで隠したいやつが、隠したいやつがあるから、一旦待って。はい、ありがとうございます。まあね、男性の家ということで、まあこの辺の汚れは、まあ目をつむっていただこうということで。だけど今回は、汚れとは違う。あなたの街を僕が掃除します。そう。腸内環境をね。服はシワシワですよ。だけどこれを取らなかった場合の、あなたの人生、数年後、シワ寄せが来ますよ。ということで、今回はね、なんと、ご待望、キャベツの塩漬けを作っていきたいというふうに思います。皆さん考えてください。家にキャベツありますかと。ね。なかったとしてもスーパーに 120% 置いてあるでしょう。まあ、それも100円から160円くらいの間で置いてあるでしょう。そこのスーパー行ってください。キャベツ買ってください。そして、まあ、必要な道具としましては、まあ、あなたの家にありそうなやつで言ったら多分この、まあ、ジップロック的な、まあ、やつでも作れます。今回は、ちょっと猫荒ぶってますけど、今回はジップロックを使わない形でやっていこうと思います。なぜならね、これをね、100均で買いましたから、100均で。レジ並んでたらおっさんが、レジのおっさんがね、すいません、って言うんだ。だからなんだろうと思って、あ、お願いしますって言って、まあこれ、まあ出すじゃないですか。したら、めっちゃ遅いんすよ。めちゃくちゃ遅いんすよ。だから、すいませんってそういうことみたいな。しかもその遅さがもう明らかに腰気遣ってんだ。だから、この人腰やってるけど、出勤したんだと思って。なんかヘルプみたいな感じだったし。うん、ありがとう。で、腸内環境を良くするきっかけということで、このザワークラウト。ね。こちら、まあ、完成品がもうすでにここにあります。これはローリエとコリアンダーシードっていうのをね入れたアレンジバージョンというか YouTube でそれ作ってる人がいたんでね、それを真似したんですが、全然うまくなかったですねって思ったんですよ。で3日4日ぐらい食って、そしたらもうなんかまあ、汁物でご飯物で、まあ、ちょっとなんかこのザワークラウト乗っけてね、漬物ですよね。でもう食ってる時にもう汁とご飯でその折りなった口の中をリセットするたびにこれを箸でこう口に運ぶじゃないですか。その時にもううんこれこれってなってるんですけど、もうシャキシャキみたいな、なんか好きになっちゃってんだよね。最初マジでうわまずっと思ったんですけど、だからまあ正直あんま好きじゃないです、ザワクラウト。だけど何日か食ってるとハマってくる。でこれがどれぐらいすごいものかというふうに皆さん説明しましょう。素材、これはまあなんかちょっとなんか別の使ってますけど、キャベツと塩、これだけですね。これだけで発酵食品ができます。発酵食品って 何かわかる？わかんねえのかよ。パンネバー納豆キナーゼ、そういうこと。納豆も発酵食品でしょ。あのネバーってするやつね。あん中にたくさんの栄養があって、皆さんのね脱糞を助けてくれます。でも脱糞を助けてもらうだけじゃ人生何も好転しないじゃないかと思った、そこのあなたねあなたに教えられることが嬉しくてしょうがないから裏声で笑っちゃいましたけど、あなたがもし脳の状態が悪いとしましょうね。それは腸内環境を良くすれば治ります。体の全体の状態が悪かったとして腸内環境を治せば治ります。大体の病気、腸内環境がやばくなってくからです。はい、そういう感じということで、まあ、例えば喋ってばっかりですけど、納豆がまあなんか発酵食品の中に、まあ、菌がいっぱい入ってるわけですよ。で、まあ、納豆がもし、まあ、30種類入ってたとしましょうね。で、まあ、基本的に皆さんが飲んでる、まあ、サプリとかね、そういう大腸菌を良くするビフィズス菌とか、その辺のサプリで、まあ、多分入ってるのは、まあ、ほんと10、20あればいい方かなぐらいだと思うんですよ。で、このザワークラウト研究によりますと、もちろん家庭によって違います。家庭によって違うけど、これ、600株以上入ってるんですよ。600株っていうのは種類ですよ。やばくね？だからね、発酵食品ね、取って腸の状態良くしましょう。これがあなたの人生を救います。ということで、あなたの人生を救うきっかけを僕が与えるという皮肉な話。納豆キナーゼビヨーン、よく混ぜて食べてねっつってね。今回何すんだっけ。そうだ、今お湯沸かしてますね。これは煮沸消毒といって、初めて作った時なんかちょっと臭くて食えなかったんで、それがトラウマになってちゃんと消毒するようにしました。使う道具をお湯に浸してください。耐熱皿でよろしく。で、まあこの、使用する瓶に関しては、まあ耐熱じゃないんで、これに熱湯入れれないんですけど、なんか怖いし。入れないですけどね。まあだからまあ消毒してあんべということで、軽く洗っただけですけど。前回もザワークラウド入ってたから、イケメン的な感じでやりたいと思います。まずはですね、
なんか汚いぞ、これ。え？なんで？もう、こういうね、汚かったら、成功しない可能性があるんで、気をつけてください。で、僕はもう、確実に成功させるために、途中でキャベツを揉むという工程があるんですけど、まあ、そこで手袋をつけます。ちょっと待ってくれ。ちょっとお願い。そこに鼻つけないでお願いだから。すいません。ふわふわがちょっと画面にあるのも、意外とそれも楽しんでいただければな、というふうに思います。まず、じゃあ包丁、まあ、これ洗ってないですけど、まあ、こんなの入れて、もうちょっと待って、どいてお願い。どいてお願い。あとで、あれ、例のやつあげるから。で、うん、ここですね。これですね。まあ、こんな感じで、使うやつに熱湯をかけていきます。で、包丁が浸かるやつがないからさ、ちょっとごめん、やけどだけはさせたくないんだ。おい！すいません、汚くて。だけど、100度以上の温度の中で生きていける生物は存在しないと言われております。ね。チムニーじゃねえんだから。チムニー？なんだっけ？溶岩付近で生息してるエビみたいなやつね。そいつは生きれそう。で、まあ、このキャベツ、購入から4日5日ぐらい取ってるから、ね、今度ザークラウドたろうと思ってずっと放置してたんで、いけるかわかんないです。はい。だけど、やります。で、使用するお塩はですね、割といいやつにしてますね。まあ、意識しなくてもいいと思います。塩なのに減塩している、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム。まあ、体にいいやつですね。はい。本当は水分補給とかも塩水がいいらしいですね。いい塩入れて飲むみたいな。やったんですけど、まずすぎ。絶対無理。ね。で、ちゃんと三脚持ってくれよかったよ。これどうすればいいんだろう。ここでいっか。あれ？ああ、ありがとう。こんにちは。で、ですね。僕の使う道具は、今回これにしようかな。これですね。キャベツ千切り用のやつ。ね。これを、お湯に浸します。さっきの全然、これカメラマンとか企画として、ちょっとアウトですよね。この画角。全然映ってないし、手元。うん、まあ、いっか。ということで、今回作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ブライアンです。作るまでにめっちゃ時間かかってるわ。ちょっとあれですね。ショート動画でね、知名度が出た人間としてはこれアルマジロ交尾でございますけども、とりあえず煮沸消毒が終了したら、工程にかかっていきましょう。はい。まずは、キャベツ。こちらを、まあ、一旦半分にしたいと思います。はい。すいません、映ってないですけど。わーお。まな板じゃないやつ多分傷つけましたね。まあいっか。で、この煮沸消毒した、100度のやつで消毒したやつ、このボウルに、千切りしていきたいと思います。こうですね。こんな感じ。で、これでいい感じに千切りなんですよ。見えねえじゃん。ちょっと、むずいな。追っかけると言ってもさ、俺の顔だけ追っかけるようになってるもんな。これ解除できました。下向いて。ほんとごめん。誰に謝ってるのかわかんないけど。どのぐらいの人がこれにまず興味を持って見てくれるのかわかんないですけど。座ること覚えようか、とりあえず。よし。おぉ、いいな。普通にこっちの方がいいな。人生。ただ座る時間が長ければ長いほど健康寿命を終わるらしいですね。はい。ご覧ください。こんな感じで、千切りができます。映ってる？はい。まあ、周りめっちゃね、吹っ飛んだキャベツで汚れるんですけど、意外と掃除、ね、だるくないんでね。目視できるから余裕なんで。ちょっと、今はやめてよ。お願い、今はやめてよ。どうした？あ、興味津々な感じですね。すいません。猫映してあげてって思ってるそこのあなた。こんにちは。ね。そんな余裕ないっす。これで精一杯です。喋りながらこれで。まあ、こんな感じでやります。ここは早送りの方がいいのかな？クッキングチャンネルだったら。ポーキングチャンネルだしな。すごい猫が助走つけてる。あ、うわ。俺のキャベツに鼻つけてるやん。ね。まあ、人よりは綺麗だからいっか、猫の方が。
全く意味ないところがあったら早送りとかするか。今のところとか、まあ、ここも全然意味ないけどね。てか最初の8分、俺が作業始めるまでのあれも別にいらないですよね、本当はね。でも魅力が伝えたかった。はい。まあ、先にネタバレしますけど、まあ、蓋を閉じるときに、まあ、下の方に沈んでいるザワークラウトを、いい感じに、なんだろう、下に敷き詰める役割として、なんだろう、押し棒ですね。うん、押し棒。下にこう沈める時のために、これを詰め込みます。はい。外側の刃とこれを詰め込みますっていう、そういう感じですね。はい。で、まあ半分終わりましたと。で、まあこのボールのね、このボールがポンコツなのかな。いや、100度耐えれるから俺はお前のこと好きだけど、ただ一玉入らないんです、それ見て。もう満帆でしょ。で、これに、やらかしたぜ。重さを測るの忘れてた。まあこのキャベツ全体の重さの 2% ぐらいですね。2、3% の、塩をやります。で、2、3% どうやって計算すんのっつったら、俺は何グラムの 2% って調べたら、そのまま出てくるから、それ調べてます。はい。半分の重さが、500ぐらいなので、まあ、1キロ計算でいきましょうか。はい。そんぐらい、まあ、この辺は別に今雑でもいいというか、完全にっていうのをやんなくていいです。几帳面なあなたでも、割と、ちょっと少なめでも多めでもどっちでもいいです。1キロの 2%。めっちゃ簡単、20グラムだよね、絶対。一応調べよう。すいません。あ、やべえ。カード丸見えだ。20グラム。1キロの 2% は20グラムです。当たり前ですけど。はい。一応調べちゃう。俺おすすめの塩は？俺は人に自慢した後どこを置く生き物かっていうところから想像していけば答えにたどり着けるんじゃないかな。カメラの裏？あ、核シェルターを作りなさい。これだけちゃんと頭に入れてくださいよ、うん、これはシェルターです。シェルターですよ、はい、だけど今から作るならしっかりと核シェルターを作りなさい。吸ったせいで今ちょっと出てきましたよ。で、20g どうやって計算するのって言ったらまた向こうじゃん、測りじゃん。本当に頭使ってないけど、本当に魅力的。それがブライアンです。ありがとう。これ全然そんなないの。こっからの20だから、これ396と書いてあります。で、このボールが、そもそもな、ボールの重さがあるからな。ね、15ぐらいだった。まあ全部なくなっちゃったんですけど、この時のために買ってるんでね。はい。なんか似たようなやつ。はい。天日干し？甘火？天日？わかんないですけど。はい。いやー、さっきのやつの方が絶対いいやつなんだよな、俺的に。でもこれすごい量が多いんで。今後もザワークラウト作るとしたら、まあこういうのもありかなというふうに思います。思いたいです。これもね。はい。マグネシウム、カルシウム、カリウム。はい。が入ってるんですけど、なんかさっきのやつに入ってた成分書いてないからさ、あれみたいな。もっとさっきのやつはあったよみたいな感覚。まあ15ぐらいにしたかな、これは。トリマ。で、ここに塩が乗りましたと。ね、ほら塩乗ったでしょ。ここなんです。皆さんすいません、人間というのは画角が変わったり、そういうなんかずっと見てる映像じゃなくてね、いろんな角度から映した方が、その動画を見てられるという研究結果があります。僕完全にそれを真正面から今打ち砕いてますけど。はい。まあ目つむってもろって、え？ちょっと20枚入りのこれがもう1枚しかなくて草なんですけど、絶対20枚なんで使ってないんですけど、怖っ。もしか。で、まあ、俺が失敗した理由としては、多分手になんかシコティ菌かなんかがついてて、あれですね、その菌のせいで、一回目失敗したんでしょう。ということで、手はね、これにしてやります。これ皆さんはやんなくていいです。ちゃんと手を洗ったりなんか、食器、使うやつ消毒してれば、まあ、基本的に失敗はしないって、これよく作ってる人が、なんか YouTube で言ってるんで、はい、まあ僕失敗しましたけど。ということで、よろしく。で、こんな感じで揉んでいきます。どうですか、これ。もう、擦り込むように。さっきの塩を揉み込むように。で、まあこれ10分ぐらいってなんか書いてるとこもありましたけど、普通に2分ぐらいやったらもうなんかしなしなの、マジで液体だらけになるから、まあそんぐらいでいいと思うんですけど。
まあ、腸内環境の良さのアピールというかね、これも効果の一部だよというね。女性視聴者絶対いるんだけどな、美肌とかなんかさ、そういうの書くから、まあ、へのところはちょっと音消す形にしとこうかな。うわ、見て、これ、もうしなしなですよ、ほら。もうしなしな、俺、無理。あんま好きじゃないですけどね。連日食ってると、口休めの時に、もうこれこれってなるんですよ。もうシャキシャキ。これこれ、これですよ、みたいな感じになるんですよ。だから面白いですね、人間って。だから最初の数日耐えて食ってください。ね、嫌いなもん食ったらそもそも続かねえよって話ですけど。見て、ほら、もうほら、こんなに液体が出てるでしょ、ほら。もうこんなになってんの、ほら。ほら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 。こいつ、こいつ、こいつら。こいつらが発酵して乳酸菌を増やしてくれるんですね。600株以上で。600種類。だからもうクラスメイトで言ったら佐藤、田中、で、なんだろう、榊原、溝口 CEO みたいな、なんかそういう、だからいろんな人が、まあ、いるじゃん。ありきたりの名前ですけどね。はい。ですけども、600株ってなったらね、その普通、今さっきの名前はもうそれ普通の乳酸菌ですよ。その辺のなんか、ビフィズス菌、ビオ3とか、その辺の。普通の乳酸菌だけど、600株以上ってなったらもう、ハビブヌルマゴメドフとかなんかそういう、そんな名前の人いるのみたいな、そういうところまで、いろんな種類が混在するという、そういう形。だから、まあ僕ハーフですよ。まあ多分、純日本人の中で、まあ結構近場で結婚してるっていうのを代々やってる人たちよりも病気強いと思うんですよ。すげえ遠くの遺伝子だから。なんだろう、雑種？犬とかも雑種の方が病気に強いのと一緒で、そうなんかいろんな種類が体に混ざってると病気に強いって勝手に思ってるんですよ。まあハーフやべえやつも多いけど、精神的に言っちゃってるやつとか、ね、ただのやりまんとか、まあ、その、まあ、日本人もそうですよね。まあ、いっぱいいるじゃないですか。だけどやっぱ海外の血を入れることによって病気に強くなったりとか、まあ、すごい魅力的な声を手に入れたりとか、チンコめっちゃ黒かったりとか、いろんなことがあるわけです。で、これが、ほら、見てください。ほら、もうこんなしなしな。さっきのやつ、もうほぼほら、これ、ほぼ全部取ってこんだけ。超少なくなるでしょ、ほら。で、いろんなね、やつを皆さんの体に入れていってください。はい。もうなんか普通に皆さんを笑わせるというよりも、内側が綺麗にしていくことによって、ポジティブな気持ちにさせて、で、ポジティブな気持ちにさせてくれた俺への感謝で今後も見てくれるという方、内側からの作戦に変えた。適当に言ってるだけですけど。で、これを瓶の中に今詰め込んでます。見て、この液体。ほら、やばいべ。こんな感じ。まあ、入れるとこ全然映ってないですけど。汁も入れてあげて、でこれももう一回、もう半分ですね。繰り返すって形なんですよ。はい。じゃあ、この、さあ、この手袋マジ大事にしなきゃ。もうこれしかないもん。前までなんか、ここ一回捨ててまた揉むときにもう一回新しいの取ってとかできたけど、もう無理じゃん。あ、やばい、穴開く。穴開き。マジお前誰？はい。なあ、お前は誰？クールな奴ら 1% もいないんじゃない？ああ！ね、皆さんにとってすごい貴重な時間でしょ、これ。親指のとこ思いっきりもげましたけど、何この時間って思いながら見てください。これがあなたの将来に関わってきます。しわ寄せが来ますから。ね。うわあ、これもう一回使えるか？大丈夫。ごめんね、不衛生で。はい。だけど、俺が不衛生でも、この中はね、衛生的じゃなきゃ、成功しないんで、よろしく。もう半分いきますよ。こういう動画じゃないんですけどね、本当はね。本当は2、3分でさ、うまい具合に説明してさ、ね、4、5分ぐらいで、いい感じに早送りして作ってっていうのをやるのが、それぞれクリエイターなんですけど。ただ、キッチンのビデオブログみたいになっちゃってますけど、一人で喋って。はい、喋りがうますぎて、カットができない。これ重症。クリエイターとしてね、失格ですよ。まあでもとっくに失格になってるんです。はい。失格者の中でもね、トップレベルで登録者多いんじゃないでしょうか。失踪か、失格というより。はい。だけど立ち向かってます。腸内細菌に対してだけは。じゃねえとほら、毎日アルコール飲んでるんで。そろそろなんだろう、死んでしまうんじゃないかと。30代後半じゃね、寿命って思うことが増えてきて、それはさ、未来のなんかさ、まあ、今で言う VR みたいな、だから自分の選んで人とやれる世界絶対来るじゃないですか。そのなんか脳になんか接続してやれるみたいな。
ちょっとそういう世界を見ずに、ね、早めに酒だけ飲んで死ぬとか、そんなだらしない人生歩みたくないんですよね。そのだらしないっていう発言にちょっと食らった人いっぱいいそうですけど、酒飲みが普通ですよね、うん。飲んでないとやってらんないってなってない人がマジで羨ましいですけど。酒飲まなくても俺全然なんか寝れるし、全然俺、あんま一人飲まないよってやつ見ると、いいなーって思うんですよ。でもそいつから見たら俺の生活いいなって思われてんだろうなとも思うんですよ。はい。ないものねだりですな。はい。で、半分やったんで。これ俺、下手だわ。まあでもいいでしょう。で、まあ揉んだらどうせ少なくなるんで。ね。女性の胸と逆ですよね。女性胸揉まれてる時のがでかいですもんね。なんか最近スタイル良くなったってやつは、いいセフレに合ってますよね、大体。あの、政治のエンタメ化めちゃくちゃ良くないですか？あれ、いいっすよね。めちゃくちゃ面白い。か誰がクズで、どんだけ国民苦しめてるかみたいなのが、やっぱショート動画ですげえ分かりやすく乗っけられるわけじゃないですか。まあそれはなんか、そいつらを貶めたい人たちの策略でもあったりするし、まあその中には真実も紛れてるだろうけど、ただ貶めたいだけに過剰に表現してるやつもあるだろうけど、まあそんな面白いですよね。ね。それが必要ですよね。っていうか、あの、スマホ使えない人、ね、子供、3歳でも使えるようなスマホを使えないような人たち、自分で情報を得ることができなくて、テレビの情報を鵜呑みにしてる人たちと、平等に選挙権があるのめっちゃ怖いですよね。100% 10代から30代が 100% の数ね。投票率 100% になったとしても、ご老人たちの票を覆らないらしいです。まあ、しゃあないな。人口の差が半端ないもんね。だから悲しい話ですけど、ただ皆さん、もうね、人に頼ってらんないということですよ。あなたの体、僕が改善します。それがザワークラウド。さあ、この中に 20g 入れていきましょうか。20g? 1キロに対して 20g じゃん。やべ、さっき俺 15g ぐらい入れちゃったわ。半分のやつに。やべ、まあ、いっか。これが喋りながらの弊害なんですよ。でも皆さんのことは嫌いになりません。だから俺のことも一応まだ嫌いにならないでもらっていい？もうちょっとなんかなんだろう、半端じゃねえ炎上してからにしてもらっていい？嫌いになるなら。まあ、一応こっちの15ぐらい入れとくか。まあ、入れすぎですけど、まあ、入れすぎでも別に多分大丈夫なんで。まあ、そうだな。皆さんの腸内を救いますとかさ、あなたの人生を好転させますとか、そういうなんか宗教的なタイトルにしようとしたんですけど、もうこれシンプルにブライアンが発酵食品を作るだけの動画、みたいなタイトルでもいいか。発酵食品が作る発酵食品。これいいな。そういうタイトルにしなきゃいけないぐらいのクオリティになってますよ。だってカットもしないし早送りもしてないでしょ多分。まあでもこんぐらいクオリティ下げていかなきゃ動画投稿できねえんだろうな。なんか一個乗っけんのめちゃめちゃ気合い入れて編集したとして、でまた上げるかってなった時に、でもまたあの編集過程をやんなきゃいけないのかって先のこと想像して、でまあ今までも、まあ、今日上げなくていいべを繰り返してここまで来てるから、まあだから今日やんなくていいかってなって、変に凝ったもの上げたら全く上げなくなりそうな人挙手。はーい、よし。納豆キナーゼが挙手したんで皆さん許してあげてくださいね。なので、ぜひね、朝の独り言というチャンネル皆さんぜひ、見てください。俺がうろちょろしながら喋るだけというね、極限までやることを減らしたやつね。ということで、あ、今揉んでます。はい、これを、はい、話しながら 4,5 分やります。すいません、音がやかましいかもしれないですけど、本当は俺の美声だけ聞きたいそこのあなた、こんにちは。納豆キナーゼですね。自分のこと納豆キナーゼっていうのめっちゃ気持ちいいんですけどね。やっぱこれ作るの簡単だな。だってもうさっきの工程をもう一回やってるだけじゃないですか。もうこれだけですよ。これだけ、もうこれで一玉終了ですよ。で、3日4日、まあ部屋の温度、まあ、直射日光は当てなくていいと思うんですけど、部屋に放置しとくんですよ。で、ちょっとお願いやめて。猫さん。よし。部屋、そうだな、もうここ猫用に25度になってるんですけど、あと別に、エアコンやってない部屋でもいいんですけど、その場合ね、毎日一回蓋開けてくださいね、この密閉瓶でやる場合は。で、なんだっけ、あれ、ジップロックみたいなやつ、最初に見せたあれ。あれみたいなんで作る場合は、まあ、極力空気抜いてくださいねっていう。あれもあれなんかな、一日一日開けといた方がいいのかな。中に空気が溜まって、開けるときにめちゃめちゃ噴射する可能性があるんで、そういうときのために、毎日一回は開けといてください。一回開けて、もう一回閉めるみたいな。空気を抜くって作業が必要になってきます。すいません、意外と重要なこと言ってるのにさ、飛ばし飛ばし見てる人には、ね、この説明が見れてないわけだからさ。
はい、発酵食品が発酵食品を作る映像を見て、ほらこのシールのところでちょうど見えないですけど、このさ、これ見えてるかな、液体液状化、これえげつない白い粒々がね、気泡みたいなものがあります。はい、僕には夢がある、キャベツがある、そして祈祷がある。祈祷じゃねえよ、あれ何でしたっけ、これ気泡だよ。あぶねえ、喋りながらの弊害とは今違う脳の停止がありましたね。シンプルに老化な感じがして怖いんですけど、老化を抑えてくれます、腸内環境を良くすると、間違いなく。まあだからこれに納豆とか、まあ、キムチとかね、あのそういうもんですね。でスーパーに売ってるキムチの中でも本物偽物というのがありますから、牛乳と一緒で乳飲料か牛乳かみたいな、ちょっと甘みがあってうまい牛乳って大体あれ牛乳となんかいろいろ混ぜてるやつなんで、はい、そういうのがあるんですよ。でそれキムチもそれがあるんで気をつけてください。はい、まあ全然発酵食品としての機能してないわけではないんですけど、はい、発酵食品としてのキムチの方がいいですよみたいな、でそういうもんをいっぱい織り交ぜてくださいね。いろんな種類取ることが大事だと言われています。で1日の中で数回に分けて取るのが大事だと言われてますが、一番続けやすい朝食だけでも全然 OK だと思いますね。はい、漬物としてね、米のお供に、米味噌汁のお供にどうでしょう、どうでしょうか。マジで人生変わります、見てください。人生を変えるにはまず食事で、次に睡眠、次に運動、この3つで優先順位で言ったら今言った通りです。食事からなんです、皆さん。はい、まあ毎日飲むために、酒飲むためには健康なこともしとかなきゃやべえということでね。はい、引きこもって家でゲームやって酒飲んでるだけだと本当に頭おかしくなるという経験をしたんでね、それを気をつけるためにもやってます。見てください、もうこれやばいでしょ、泡全然見せれねえけど悔しい。ちょっと猫、すいません、シリアナ映っちゃいますけども、そこの、はい、シリアナの調子がめちゃめちゃ良くなる日課といえばこれ、ザワークラウト。皆さんぜひ以後お見知りおきを、切るんじゃない、削る。はい、ね、これ見せようとしても全然見せれないですね。まあいいか、こっち側見せて、裏側しか見せれない。すっげえいい感じになってますよ。でこれも全然カメラ、そう、ちゃんとやろうちゃんとやろうっていう発言がなんか一番なんかちゃんとやれなくなるんだよな。うん、映ってねえし、すいません。はい、おお、いいね、熱カメラ。さあここで入れていきたいと思います。うえー、これだけでね、塩とキャベツだけ、これで、まあ、安価で簡単に作れるからこれの研究結果が多いと思うんですけど、もう本当に何だろう、本当に放送基準を本当に違いぐらいいろんな種類が入ってます。まあ頭おかしいのって、なんか最高の褒め言葉で使う時あるじゃないですか。ザワークラウトにはそれがね使われると思うんですよ。こいつ頭おかしいからみたいな、愛嬌として。ほら見てください、素晴らしいでしょ。でこのちゃんと液体混ぜて、でまあこれ本当はね、木の棒みたいな、なんかそのそれ用のやつというか、まあ、あるんですけど、まあ、こう押していきます。僕あの手袋してるんでそのままやりますけど、こうグーって押すじゃないですか。そしたらもう中ほら液体でさあ浸ってるでしょ。この浸ってる状態が最高なんです。ほらすごくない、キャベツさんの水分だけですよこれ。頭おかしくなっちまうよこれ。でここで最初に取ったやつらですね、外側の歯の出番があります。こいつらにも出番あるんだけどね、捨てないでくださいね。ユウの大暴走だったですけど、外側の歯普通に汚れついてて怖い毛について、だけどまあいいかね、同じキャベツだしこいつらが中で悪さして腐らすみたいなパターンおそらくないでしょうって信じましょう、一緒に。はい、僕も怖いんで、あなたも盲信してくださいその辺は。でここでやれ、いけるかこれ。まあ別のやつ使いの、さらに押すじゃん。で途中で取ったこの部分ですね、こいつでさらに押すと、これバランス保てんのかな。あー、やっぱ無理か。まあ諦めないんですけど、だって人生じゃんそれが。おお、いい感じ。あ、もう絶対ずれるな。でもこんなに押し込まなくていいんですけどね。完全にがっつり押し込む形になってしまいましたが、ほら見てください。この、上で敷き詰めて下に押しています。どうですかこれ。
はい、こちらザワークラウト1個のキャベツでこんだけですよ。こんだけ少な、はいそんな感じ、思ったより少ないな。うん、で、はい、完成です。あとは片付けだけ。どうですか、これやってみません？ちょっとこれまあ3度目の挑戦なんですけどね、僕は。はい、これ3度目の挑戦で、これをねまあ置いとくわけですよ。追っかけてもらおうか。追っかけてくれ、追っかけてくれ。よし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 。で、まあこういうとこ置いといて、で、まあ4日ぐらいね放置したら、まあ、できます。で、中がまあ大体こんぐらい茶色くなります。これローリエとかなんかいろいろ入れたんですけど、はい、味のアレンジとして最初食った時まずって思いましたけど、なんでそっち向いた、怖っ、幽霊。はい、ということでね、はい、こんな感じで茶色くなるんでね、そしたら食べ頃かなというふうに思います。これがね、なんだろうな、まあ納豆、これ日本の宝ですけど、それだけではなく、こっちも取ったらマジやべんじゃねっていうね。井上尚弥も納豆は1日の中で3パックぐらい食うというふうに言ってた気がします。だから強さの秘訣というか、病気にも強くなるというのはまず間違いないんですが、他の発酵食品も一緒に取っていただくことで、よりあなたを健康に導くことができます。キャベツ草というわけで、発酵食品でした。納豆キナーゼビヨーン。メインってこのクオリティでいいんでしたっけまあ僕は楽しかったということでいいでしょう。もう誰かに何かを教えたい欲というものをね、完全にハラスメントという形で、健康ハラスメント皆さんに塗りたくりましたので、皆さんぜひチェックしてみてください。こういうなんか本当興味ある人しか興味ないような話題、どうでもいいだろうみたいな感じで思われる話題っていうのもあるんですけど、それを朝の独り言で言うね、僕がただ独り言言うだけのチャンネルがあって、皆さんぜひ登録してほしいんですけど、なんかそういうのをこういう話題を言うじゃないですか。ザワークラウトっていうのがあるんですよみたいな、さっきのキャベツの塩漬けですよ。でなんかそれがめちゃめちゃ体にいいんですよねみたいな話した時に、なんかなんだっけ DM かなんかでもうやってみたいみたいな感じの来たんですよ。だから意外と適当に喋ってても興味を持ってくれる人がいる、じゃあやるよ。なんで音がなかったのか自分で考えてみてください。これが腸内環境の健康です。というわけで、ブライオンでした。はい、ネバーネバエバーネバエバー。未来を見据えた一行さんということで、ありがとうございました。ピカーン。